スママジ中の人によるゆるい番組キノグルチャンネル。こんにちは、スママジ中の人グルーチョです。こんにちは、スママジ公式ツイッター中の人キノコです。今回もスママジ中の人2人でコラボ情報を先出ししていきたいと思います。本日はですね、もしゲットしたら聞いてほしい中の人が選ぶコラボキャラクターおすすめボイス、おすすめボイスです。はい、はい、中の人2人が聞いてほしいボイスを厳選してきたので、ぜひ見てみてくださいね。まずはこちらの動画をご覧ください。サラ、アシッドダウン。いいですね、たまらんですね。これは剣は使わないんでしょうか。そうなんです。剣を持っているにもかかわらず左手で左手でしかも触れずに敵を叩きのめすという。かっこいいですね。嬉しい、もらえるんですよ、英雄戦頑張ると。頑張りましょう、英雄戦頑張りましょう。では次、キノコさん。はい。何がお好きですか。キラキラした顔で。私のおすすめヘンドリクセンのボイスはこちらです。貴様と話すことなど。これはどういう理由で。これは貴様と話すことなどないって、なかなかパワーワードというかっこいいなって。あ、こういうの言えるぐらいになりたいなって。なるほど。言えるようになりたいなんです。言われたいとかじゃなく言えるようになりたいなんですね。本当これかっこいいなって。確かに私ツンデレなのかなってちょっと思っちゃいました。貴様と話すことなどとか言っちゃってみたいな。とか言って相手してあげてるってことですもんね。ああ、それ聞くと違う意味で好きになりました。次ましてはキングの紹介です。じゃあまずはキノコさんお願いします。任せてください。いきますね。お、来た。避けられると思う。演奏者シティフォルサイド形態インストリース。演奏者シティフォル第5形態インクリース。言いたい言いたい。グルートさんが好きなやつは実はですね、はい、もう一つのあのセリフなんです。早速行ってみましょう。はい、終わりにしよう。冷蔵者スキボル第4形態ハンフラワー。グルートさんも同じ理由ですよね、絶対言いたくなるから、これ選んだんですよね。言えますか。もちろん。早口言葉苦手そうですよね。でも私の方がきっと多分普段早口な気がします。本当ですか。冷蔵車シティフォル第5形態、冷蔵車シティフォル第4形態サンフラワー。ではお次はバンですね。バン来ましたね。バン好きなんですよね私。あ、そうなんですね。はい、悪い感じ好きですもんね。悪い感じ大好きです。見た目が。、はい、私はですねこちらのセリフが一押しです。団長、さっさと用事済ませてエールでも飲みに行こうぜ。行く行く。みたいな。言われてないです。え、私じゃないですか。私団長。なるほど、そっか、メリオダスが団長だった。確かに。でも多分私も家が、あ、行くって言ってると思う。あ、ですよね、やっぱりそうですよね。バンの料理って美味しいんですよね。あ、そうですよね。今お腹なった。すごいお腹空いてて。バンの料理食べたい。食べたい、つまみ使ってほしい。使ってほしい。また鳴りました。聞こえちゃいました。恥ずかしい。じゃあ私の好きなバンのセリフいきます。
じゃあまずグルーチョさんのおすすめボイス。はいはい、エリザベスちゃんはですね、もうこれしかないですね。これしかない。はい、うん、これこちらです。動画でも思ったんですけど、めちゃくちゃ可愛いですよね。絶対お迎えするんだ。私ちゃんと真面目に選びましたよ。真面目に。私のはこれです。ホークちゃん疲れてない？大丈夫だエリザベスちゃん、このくらいでへこたれるホーク様じゃないぜ。このホークちゃん疲れてないっていう問いかけからの、うん、大丈夫だエリザベスちゃん、このこれくらいでへこたれるホーク様じゃないぜっていうのが、うん、お二人の絆が確かなものなんだなみたいな。でもホーム画面の掛け合いって初めてじゃないですか、そのマジの中で。あ、そうですね。私すごいしてほしいんですよ、ホタルの鳥からの。兄ちゃん、兄ちゃんとか言ったらティカルトがなんだいホタルみたいな。欲しいなって思ってたらエリザベスが叶えてくれたんで、コタロー選択したら兄ちゃんがす、なんだいみたいな。なんだいえ、それ妄想感かぶる、はい、皆さんも自由に想像してくださいね、はい、ではラスト、メリオダスのお気に入りボイスはこちらです。俺の勝ち、にしし。かわいい、かわいい、うん、なりたい。メリオダスになってエリザベスちゃんと仲良くなりたい。え、そっちですか？はい、じゃあ次はキノコさんですね。はい、私はこの恋をチョイスしました。諦めんな、俺たちがいる。やるとか。はい、私はメリオダスがコンティニュー時に言う諦めんな7つの滞在と書いて俺たちがいる、うん、っていうセリフがすごいグッとくるというか。いいですね、はい、熱い展開の時のあれですね、はい、ネタバレになっちゃうんで言いませんけど、すごいいいシーンのセリフがここで使われてるっていうことで、コンティニューってなかなか別にコンティニュー進めてるわけじゃなくてさ、これが生じしちゃうのでただすごいいいセリフで、多分コンティニューをする人が少ないと思うんで、あえて今日説明してみました。おー、コンティニューしなくても聞けるよっていうことで、はい、確かにやってみるまでどれがどの場面で聞けるか分かんないですもんね。はい、ぜひぜひ何回でも見てください。メリオダスファンの方はぜひこの動画で、うん、で次回の更新はコラボ編4回目で、コラボ限定装備の詳細や入手方法を紹介していきます。次回もお楽しみに。楽しみに。バイバーイ。バイバーイ。